で、ほんで、はい、あ、こんにちは。いつもいらっしゃってくださってありがとうございます。最高に多かったのが10月、11月だったかな。それからちょっと減ってきてるので、皆さん今までいらした方とか新しい方をご勧誘ください。2月はいつも20年間、18年間、19年間なんだ休みだったんですけど、2月と8月休みだったんですけど、もう周りにうるさく2月もやれ、8月もやれって言われたんでやって、そしたら今言われました。背中をボンと叩かれて、2月もやってよかったよ、こんなにみんなが集まったんだからって言われました。はい、ありがとうございます。でもね、なんでね、家富町の時2月8月休みだったかっていうと、あそこすごい50年から60年ぐらい の、 内田、覚えてますか、内田リビングっていうお店みたいな、そこのまんまのエアコンだったんで、まあ2つあるのにね、1つはブワ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 うるさいだけで、で1つがやっと効くぐらいだったので、さあ無理のなんのって、それから夏が暑くて暑くて、それなんで休みにしてたんですけど、ここは万全の冷暖房設備なのでやることにしたんです。ありがとうございます。それで、今日も皆さんと楽しくやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。自己紹介です。ピアノとおしゃべりカメラエゴです。カメちゃんです。それからソングリーダーのミノル正明さん。はい、ミノル正明、あいの時間します。はい、よろしくお願いいたします。はい、それで、あ、今日、てっちゃん名前が載ったよ。すごい聴覚したじゃん。あら、いつも私の後ろでね、弾いてんですよね、なんだかわけのわかんないのをね。だけど名前が載ってなかったのは今日載りました。遠藤哲也さんです。実はね、遠藤哲也さんね、彼がこのぐらいから知ってるんですけども、彼のおかげでここへ引っ越しできたんですよ。で、彼のおかげでいろんなことができるようになったので、私はもう寝ても覚めても遠藤哲也さんを感謝して、ずっと遠藤哲也さんにありがたいと思っています。足向けて寝てないのでね、哲ちゃん。はい、この西はボロクソに言ってるよね。ボロクソには言ってないよ、影で言ってるだけだよ。はい、ではもう早速ですね、昨日節分で今日が立春なので、はい、今日から春です。春と、今日から春だって言ってもまだまだ寒いよっていう早春譜から始めます。はい、早春譜、大正2年、結構古いんですけれどもね、はい、これは長野県の安曇野あたりの早春の情景を、描写している歌だそうですね。はい、では日本の歌100選にもなっております。早春譜、みのるさんさ、はい、あそこに説明書きがあるんだから。なるほど、あれを見てから、はい、私はあの安曇野は言わなくていいんだなとか判断してよ。なるほど、分かった。はい、はい、その他に言いたい、言うことあるでしょ。大町市だったら分かんないけど、やっぱり安曇野、あ、そうか、安曇野、まあね、ね、はい、それでは、吉田さん、遠慮なく、はい、では早春譜です。この方に遠慮しないで皆さん歌ってくださいね。Thank you.
もうあや肉、うん、美味しいお肉なわけねえだろ。それは私を見て言ったのかよ。私を見て言ったの、うん、うんってちょっと違うってぐらい。あのね、あいにくという意味です。あいにく、あいにく、思う、ね、思うんだけど、あいにくと昨日も今日も雪の空っていう。あいにく、あやにくって、あの平織りとかあやや織りってあるでしょ。あれであや織りって非常に難しいんだそうですね、織りとしては。それなので複雑に絡み合ってあや織りになる。そこから来てるんですって、あやを、あやにくって。なるほど。それであいにくという言葉ができたと。はい、はい、ためになるね。ああ、そうだね。はい、はい、次の曲です。柿の木坂の家。はい、そう、あそこにも出てきました。柿の木坂、広島のね、廿日市市。はい、これが作詞家の石本美雪のなんか成果がそっちの方とかって言ったかな。で、青木浩一が歌いましたけど、青木浩一ってまだ生きてるんですよ。たまたま調べましたら、今月2月の17日が誕生日で98歳になるそうです。で、日本の歌手協会の名誉会長、今がね、はい、で、柿の木坂っていうのは東京にも目黒通りにあるのが柿の木坂ってあるんですけど、どうもこの歌はそうではなくて、田舎の村中が出てきますから、東京が舞台ではなくてやはり広島県だろうということだそうですね。では皆さんのがよくご存知な曲です。懐かしい曲です。Thank you.
彼女が一人でこれをもう凌駕しようって言ってね、新風を巻き起こせたしたというような曲ですね。はい、ありがとうございました。続きましては心残り昭和50年、これはもちろん細川たかしのデビュー曲なんですね。はい、デビュー曲書いてあるんですね。で、そう、当初私バカよねっていう曲名だったらしいんですよ。で、これを発売したのは4月1日それなのでエプリルフールになっちゃうじゃないですか。でましてや新人のデビューに私バカよねはちょっとかわいそうだろうというようなことで変えようということでね、いろいろこの私バカよねと歌ってたらこの心残りという歌詞にも全く心残りという言葉出てこないんですけどもね、はい、当時細川たかしは札幌の森進一と言われたそうですけどね。はい、では心残りです。Bye.
この曲でね、新人賞を取ったんですけど、この時に、辞典だったのは岩崎宏美のロマンスだったそうですね。彼女も、非常に歌うまかったけど、細川たかしに負けてしまったということですね。はい、次の曲ですね。北上薬局じゃない、薬局薬屋さんじゃないですけど、ね、はい、書いてありますね。作詞はの菊池あれな、のぞみって言うんでしたっけ、あ、違う、なんだっけ、のぞみじゃなくてね、前聞いたことあるんだけど、まあどうでもいいや、どうでもよくないんだけど、はい、八戸中学の友達同士で10代だった昭和30年代頃、歌声喫茶、そうなんですね、歌声喫茶で最初にね、これが流行った、で昭和30年頃で、最初は北上川の初恋という曲だったそうなんですよね、はい、でこの曲そのものは蘇州薬局の局長を真似て薬局ってつけたということだそうです。で2011年までにこの北上市でこの北上薬局だけのコンクールっていうのがあったんですよ。で皆さんもメロディーは当然ご存知なんですけど、微妙に現代が違うんですね、メロディーが。その辺のところをちょっと後で歌った後にこういうメロディーなんだったんですよっていうのことをちょっとやってみて、まずは皆さんで歌ってみましょう。北上薬局です。大石さんと、あ、どうぞ、はい、谷野さん、大石さん、谷野さん、どうぞ。これ結構長いんで、6番かまであったと思ったな、うん、6番までやる？長いな、途中端折れるのかな、ちょっと歌詞カードが全部出ないからわかんないんだけど、じゃあ音楽に次出してくれるに1,2,3,6 がね、通常で歌っている歌詞で、4番、5番がちょっとあれかな、1,2,3,6 だって、1,2,3,6 で、全曲がちょっと長いんだよね、これね、はい、知らねえよ、はい、では4コーラスです。
先ほど言ったメロディーが多少違うっていうのは、思い出すのは、思い出すのはって今歌ったでしょ。元歌はね、思い出すのは、思い出すのはって途中下がんないんですよ。でそのこ、地元の北上市でやるコンクールで、そこがきちっと歌えないから、もうすぐその場で途中で、はい、もう結構ですって、もう予選落ちだったそうですね。もうそれが2011年前ですから、もうコンクールやらなくなって10年以上経ちますけどね。はい、そんなわけでした。はい、ありがとうございました。はい、あ、のりみだ、そうだ、のりみし、のりみって、そうそう、なんつうんだっけなと思ってね、のりみさんだそうです。はい、ありがとうございます。たくがく安原さん、田中さん、はい、小さな橋本さん、丸山さん、のっよ、はい、下に出ております。東京オリンピック開催に関して、東京都条例で深夜12時以降風俗店における酒類販売を禁止したために、軽食を提供するスナックバーというのが生まれた。そうなんですよ、風俗営業法っていうのがありましてね、12時以降やれるかやらないかっていうのは、酒を提供するかしないかとか。ちなみに純喫茶って言葉が最近なんか死語みたいになったけど、喫茶店と純喫茶の違いっていうのは、アルコールを提供するかしないかなんですね。はい、で、この作曲者の今井久志っていうのがパープルシャドウズのギター弾いてたリーダーなんですけど、今彼もまだ生きてます。はい、今77歳で、現在ハワイアンバンドのね、パープルアイランダー、アイランダースっていうところで活動してますけどね。はい、まだ歌う、何も答えず恥ずかしさ
ございました。はい、小さなスナックでした。はい、ありがとうございます。はい、そして次は昭和49年名残雪ですね、イルカが歌いました。はい、伊勢正三がプロとして初めて作詞作曲した曲ですね。はい、これは大分県の津久見駅、津久見駅ってのは大分の駅から南へね12個目にあるんですよ。はい、そこの情景を歌ったということだったんですね。はい、で名残雪っていうのは 3月の終わりぐらいに、降ることもあるという最後の雪のことなんですけれども、季節の言葉36選というのがありましてね、この3月の、言葉のうちに名残雪というのが入っていると。ちなみに他にはひな祭り、おぼろ月というのが3月の、季節の言葉、ちなみに今月の2月というのは節分、バレンタイン、春一番というのが3つだそうですね。はい、では名残雪を歌ってみましょう。君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時よし、過ぎた季節の後で今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。調べてね、歌ったけど、ああ、ダメだ、これ覚えるの無駄だと思って、はい、これはこれリクエストです。リクエストです。はい、あのね、一部は、前半は全部リクエストです。うん、バーヤの里って載ってたんで、なんだろうと思ったんですけど、バーヤの、
バーや訪ねてですね、こちらあの知ってる方リクエストがあったんですけど、ね、ご存知の方ってどのくらいおられるんですかこの曲。じゃあ前へどうぞ、どう、はいはい、ぜひお願いします。私はお姉さん歌いません。ここではいお願いします。お早くどうぞ。はい、お姉ちゃま早くお願いします。これ昭和21年の曲で川田雅子が歌ったらしいですね。私は全然聴いてみても分かりませんでした。はい、お願いします。その辺の出身らしいですよね、はい、では、まあ、皆さんご存知だと思います。浜辺の歌、これもねリクエストにすごい人気のある曲ですね。はい、では本当は3番まであるのよね。そうですね、ね、2番で終わりです。3番を歌うの嫌がるのよね作曲者がね。
やっぱりちょっと違うのが取ってつけたようなんです新漢字で普通の滝になってますけど、戸籍上はあの滝だそうです。で、いっぱい出てきますので、滝さんに関しては、滝さんって親しそうだけど、見てください。読んでみてください。すごいですよ。性格まで出てきます。すごくね、音楽室なんかで見る写真を思い浮かべると、なんかネクラでね、ずっと気まじめそうに見えるでしょ。全然違うんだそうです性格は。なるほど。それでもう芸大時代はもうテニスに夢中になって、すごいスポーツ万能ですごかった。それからものすごいおしゃれだったそうそうそう。だからね、15歳で芸大入るぐらいだから、やっぱりすごいですよね。そうそうそう。で、あそこに最後にね、芸大の声楽曲の課題曲の一つ、これ何十年もずっと入ってます。さっきの浜辺の歌もで、浜辺の歌とか工場の月ってうんと優しそうでしょ。ところがちゃんと声楽として歌うとものすごい難しいです。結局明日浜をぶれないで歌わないといけない。一息で歌わないといけない。春香楼の音一息で歌わないといけない。息が続かない。なるほどね、そんな感じしますね、うん、ああそう、だから必ず入っているのはこの2曲とこの道、そして奈良山、そういうのが入っています、必ずね、はい、ではお願いします。1、2、3、4ってあるけどどうしますか。4番まであるんでね、これね。そうです。4番まで歌っちゃいますか。金子さん、山崎さん、どうぞ。はい、どうぞ。4番まで歌ってみましょう、はい。でこれ工場っていうんですけど、荒れた古いお城のことなんで、どこの城を歌ってるかっていうのは結構これね、ここだ、私のとこだっていうのがね、
あの全国にいくらでもあるんですよ。例えば仙台の青葉城とかね、会津の鶴ヶ城だとか、いろんなところにあるようですけれども、で各そういうところにみんなもこの歌碑が立ってるそうですね。はい、明治34年、日本の歌100選に、数えられております。では、ご唱の皆さん、お願いします。今残っている、現在残っている楽譜は34曲です。
で、本当はもっと作曲したって言われてるんですよね。だけども、肺結核だったので、死後、全部燃やされたんですよ、所有物を。だから人手に渡して、人にあげてたものとか、それからあの出版社に渡していたものは残ってるんですが、滝廉光郎さんがご自分で持ってた作曲した曲はみんな燃やされてしまう。その中でですね、皆さん、ピアノ曲が2曲あるんです。で、1曲はですね、メネットといって、留学前に作った可愛らしい曲なんですよ。で、恨みは一心弁に感想の感情の感、これで恨み、一言で恨みって言うんですけれども、これは自分の人生を恨んで作ったのではなくて、意味としては心残りに思うこと、やっぱりもっと生きたい、もっといろんな曲を作りたい、そういう思いで作ったと言われてるんです。10年も生きてたらすごい曲を発表したんじゃないかなと思うんですけどね。惜しい人がやっぱり早く亡くなるね。なんとかっこ世にはばかるっていうのは、ね、はいはいはい、ええ、ね、いい人ほど早く亡くなるみたいな。そう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 だね。私なんか美人薄命の負けだったんだけど、どこはどうしちゃったんだかな、ここまで来ちゃったよ。なるほど、はいはいはい、言ったもん勝ち。はい、そうですね。休憩、この式の後の、式の歌の後は休憩になるんですが、今日は、黎明座座長川久保さん手作りの、かぼちゃプリンだそうですので、もしまだお買い求めじゃない方はあそこに行ってください。そしたらば、あの、美味しい、私試食済みです。すごく美味しかったです。もしよかったら皆さんどうぞ。それからですね、あのチラシっていうかそれを置いてあるんですけども、歌声教室というのを2月の末から行うことにいたしました。で、水曜日の午前と午後と2回やるつもりなんですが、どうしても、水曜日はダメだから月曜日にしてほしいとか、他の曜日があったらご希望を書いていただければ、またあの考え直したいと思いますので、ぜひですね、あそこにある白いテーブルの上でも置いてっていただければありがたいと思います。では、四季の歌については書いてある通り、みのるさんが説明しますので、どうぞ聞いてあげてください。はい、じゃあ聞いてくださいませ。これは荒木とろよしさんの作詞曲なんですけれども、これの経緯がね、面白くて、荒木とろよしさんが19歳の頃、その若い時はね、もういい曲は作ってるんだけど、すんげえ悪かったらしいんですよ。ヤクザとは喧嘩をするし、で、毎日がビリヤードに明け暮れて、本当プロ裸足だったらしいんですよ。で、他にもね、荒木と運動神経が良くて、スキーのオリンピック強化選手ぐらいのレベルの、腕前っていうぐらいのスキー上手だったらしいんですよね。だからそのスキーの練習中に骨折しまして、なんと複雑骨折のため3年間も入院することになったんですよ。で、その3年の入院生活の中で退屈で退屈でしょうがなくて、あの曲を何曲か作ってたうちの一つがこの四季の歌なんですね。で、こっそり作ってて、こんな曲作ったんだけどどうかねって言って看護師さんにプレゼントをしたらしい。それが看護師さん同士で、あ、結構いい曲だっていうんで、口伝えにあの広まって、全国にこの曲があの広まっていったと。
で、いい曲だって後でこれあのレコーディングっていう形になってね、有名になってきたから、で、やろうと思ったんだけど誰が作ったのかわからない。で、レコーディングの時にあの全国に俺作った人どなたかおりませんかって言ったら、荒木教授から俺だと出ていったのかどうかは知りませんけれども、名乗り出て、それで発覚したということで、今四季の歌はもう歌声の定番曲になりましたね。はい、では、歌ってみましょう。これ歌って記憶いただきます。お受けいたしますので、よろしくお願いいたします。